Cultivation. So much innovation. Radio. Check. みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。です。みなべです。はい、というわけでカルティベースやっていきましょう。メガネ変えたことはもういじらないからね。前回のメガネが不評だったんで。はい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 、それはいいんですよ。はい、いいんですか？わかりました。わかりました。いや、ちょっと今日宮部さんとね話したかったのは、いいですよ。何でも探索しましょう。宮部さん年末年始めちゃくちゃ本読んでませんでした。はい、めちゃくちゃ読みました。40冊読みました。すごいっすよね。宮部さんも、ね、速読するからね。そうなんですよ。漫画入ってないからね。漫画入れたらなんかもっといきますからね。え、漫画って普通にガチ漫画？ガチ漫画、漫画入れたら漫画 2,30 冊くらい読んだから、漫画入れたらもっといく、うん、いやすごいな、はい、そう、いやすごい、僕そんなに出ませんし、みなべさんほど全然読めなかったんですけど、はい、まあ、やっぱりね、ちょっと本読む時間とかね取ったりしつつ、しかも今自分で本もね書く側に回って次の本どうしようかなとかで考えるようになってよ、ベストセラー作家全然ベスト棒読みもいいと思いましたけどね、はいはいはい、いやそうそう、ただそれで言うと問いのデザインが投票とか終わっちゃってるんですけど、はい、ビジネス書大賞かな、はい、選ぶビジネス書大賞みたいな、はい、ノミネートいただいてて去年末すごい、結果待ちなんですけど、うん、それとか見るとこんなビジネス書ってすげえいい本読みたくなる本がいっぱい出てんだなって思って、はい、いろんな部門があって、はい、で振り返りながら、でもまあそこにノミネートいただけたのは嬉しいことだなって思ってたりしたんですけど、なるほどね、ああなるほどね、今なるほどね、そうウェブサイトがあるんで、はい、検索したら作品がね、うん、ファクトフルネスとかね、あそう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 、ガーファとかね、イーロン・マスクの本とかね、あそうそうそう、ライフシフト100年時代の人生戦略とかね、堀江さんの多動力とかね、確かにこれの半分くらい僕読んだ記憶がありますね、はいはいはい、でっかい本屋さんに行くとね、なんか棚にずっと平積みであるよとかね、うん、はい、あると思うんですけど、で、まあ、問いのデザインはそこにまあノミネートいただいてたりっていう意味で、まあ、ビジネス書、実務書としていい本か悪い本かっつって言ったら、まあいい本として認識いただいてたんだろうなと思って、よかったなと思うんだけど、まあ、他方でいろいろ課題もあるよなと思って、うん、はい、いいビジネス書って言われるものの要件って何なんだろうなと思って、はい、なんかバッとこう売れて、でもなんかそういうところに入らないものももしかしたらあるかもしれないし、はい、部数だけでそれって選ばれてるわけじゃないかなとかって思って、はい、そうですね、なんかいいビジネス書の要件ってなんだろうなと思って、ちょっとたくさん本を読んでるみなべさんがこれいいなとか、はい、外れだな当たりだなとか、これはいい本だな、他の人に勧めたいなとかって、はい、なんかそういう本に共通する部分って何かなと思ってちょっと聞きたかった、はい、なるほどね、そこら辺話そうと思うんすけど、いや努力はするんだけれども、これのねナレッジ提供の際になんか僕の弱点があって、単語が一切覚えられないっていうのがあって内容の流れは全部覚えてるんだけど、単語があんまり覚えてないから分析がしづらいから抽象的にしか話せないみたいなのがあるんだけど、なんかやっぱりいい本ってなんていうか、うわーわかるわーとか、うわーすげーみたいな、なんか感覚みたいな、うわーわかるわかるみたいな感じでついページを読み進めちゃうみたいな感覚があるんだよなと思って、はい、やっぱりなんか提案がうまいっすよね、みんな、なんていうか、例えば社会に散らばっている課題感だったりとかそういうのがあった時に、それをなんかこう複数のものがあるのをそれをうまいことこう意味を統合しながら、こういうのが大切ですよとか、社会に起きていることはこういうことなんですよみたいな、なんか意味付け捉え方がすごいうまいなっていうのがあるなってまず思いますよね。なるほどね、そうそうそう、なんかタイトルからしてもそうじゃないですか、タイトル見てもなんとなく提案が
なんか分かるなっていうのがあって、うん、いやもうね、なんかツイッターとかですげえ話題になってたけど、ガーファーに本当にいる人いない人とかみたいな感じで、ガーファーガーファーってめっちゃみんな言ってたけど、あ、もうガーファーって言われた時点でね、もうあいつらが世界の支柱かみたいな、ガーファーみたいな感じになる。ファクトフルネスとかも確かにね、ファクト大切だなみたいななったりとかね、なんか提案がすごい上手いっすよね。多動力とかもなんかワード聞いただけでなんか分かりますもんね、言いたいことが。だからそれで言うと、問いのデザインってもうタイトルだけでそうじゃないですか。あ、問いのデザインね、問いねみたいな、みたいな、なんか腑に落ちる提案ですよね、それだけは。うん、だからそう言うと、問いがみんなうまいんじゃないですか。ああ、なるほどね。はい。まあ、確かにタイトル大事ですよね。はい、タイトルで確かにこう期待感というか、うん、自分との関連性を見出して期待し、はいはい、でかつそこでまあ、あこういう話しようって終わらずに、うん、なんか読んでみたくなるっていう意味ではタイトルすごく大事だなって思いますけど、はい、実際 手に取って、まあ、外れだなと思うこともあるわけですか？全然あります。狙いすぎだなみたいな。いや、あんまり言いすぎるとなんかすごい失礼な感じになっちゃうけど、なんか なんだろうな、著者の、いやこうすればお前ら受けるんでしょみたいな感じで狙った提案をしすぎるのが結構外れだなって思っちゃうかな。なんか、あ、この著者がすごい本当に言語化して気づいてうまいこと意味付けしたのを衝動にあふれて提案してくれたんだなって本がすげえいい本だなって思いますよね。例えば年明けから僕野中育次郎先生の本とか読んでたんですけど、あ、なんかコンテキストがずっとつながってるんですね。ずっと考え続けて言語化したことを常にアップデートしながら意味の提案をしてくれてるなっていうのがあって、それ読んでてすごい気持ちいいんですよね、うん、なるほどね、うん、それって結構どこら辺で判断するんですか？なんか僕の仮説は結構初めに重要だなと思って、はい、タイトルはまあファーストフックになるんだけど、結構初めにでのジャッジって当たるんだよな、はい、初めにでこれあと思ったら大体いいよ、はい、なるほどね。なんか一応読むかっつったら、はい、まあみたいな感じでなんかあんまり外れだったりとかして、はい、結構初めにで結構してるなと思ったりしたんですけど、はい、あのね、僕目次派なんですよ。あ、目次ね、はいはいはい、あのねさ僕ね、あの初めにはね全部飛ばしちゃう派なんですよ。そうだ。初めには全部飛ばしてで目次だけ読むんですよね。目次を読んで何がこの人は言いたいんだろうな、どういうことをチップスとして意味を統合して提案してるんだろうなみたいなのをなんか見てで判断するんですよね。確かにな、みなべさんイントロ聞かないからな。いやいやいや、どういうことじゃん。いやね、スパゲッティパスタ屋さん行ってこのスパゲッティの麺はなんとかかんとかでみたいな説明をね、イントロを店員さんがしてるときずっとイメージメニュー見てますもんね、こうやって聞いてないで。いやだってあれ辛くないですか？なんか6つくらいパスタの種類持ってきてさ、これはどこどこさんの何々で何々ですってなんか説明されても、いやいやなんだこの UX ってなるじゃないですか。ならないよ。いやなるよ。それでなるほどねなるほどねって聞きながらどれにしようかなってこういう導入になってるんだけど、まあでも、はい、そういう読者もいるってことですよね。飯を食いに来てるんだから早く飯を食わせろみたいなね。結局何が書いてあるのか目次を見せろ。そうあのね、どこどこさんの何々とかマジどうでもいいから味がどうなのか教えてくれみたいな、俺の口の中に入って舌に入って食感をなんか歯でクシュってやった時のパスタのイメージを伝えてくれみたいな、いつも店に対してはそれを思ってる、はい、なるほどね、わかりますよ。いやそっかそっか、まあ、僕初めに大事だと思って初めにに、はい、あのかなり命をかけて書こうと思ってたから、でも、はい、まあ、確かに初めでどっちかというと中身書きつつなぜ書くのかみたいな、はい、ホワイの部分を割となぜ私がこれを書くことになったのかみたいな話、はい、だからまあ南さんからするとそれはどうでもいいから、ルーツはどうでもいいから結局ふわっと何書いて残しててって、はい、あそうですね、そうそうそう、そっか、まあでもそういう何にで良さが判断されるのかっていう意味でタイトルとかも初めにとか目次とかで、まあ、いいかどうか予期されるっていうのはあるんですけど、実際、ね、ま
その中身のコンテンツとして共感示すものであるっていうことも一つあると思うんですけど、なんかなんだろうな、実践にどれぐらい役立つかみたいなことが皆さんにとって重要なのか、あるいは違う変数があるのか、あと結構賞味期限性とかもあると思うんですよね。オンライン会議のこうなんとかの使い方とかだったら多分まあ習熟しちゃってるから5年後は読まないだろうなみたいな。はい、そうですね。野中先生の本とかだったらね、今、はい、新しい本が出て改めて、ね、知識創造企業読み直すっていうことがあったりとかするけど、はい、うん、そうですね。その辺はなんか どういう感覚なんですか？あの、感覚的にはだいたい3つくらいのトピックがあって、このパターンだいたい3つ目忘れるやつですけどあの3つ目あって、1つ目が単純に自分が知識として知らない内容が書いてあるときにはへーってなりますよね。そういうのがなんかいろいろあるやつはすごい単純に知覚的な刺激になりますよね。なんかあ、これどっかで聞いたことあるな、別の本にも書いてあるなっていうのだとなんか価値がちょっと下がる感じっていうのが一つ目ですね。で、二つ目がなんか なんだろう、意味付けの解釈というか、同じことが書いてあったとしてもそのなんか著者による意味付け、物語性みたいなのが一定あって、なんかこうグッてくるとか共感を得られるとか、例えば同じ意味の言葉であっても言い方がちょっと違ったりとかするとなんかね、受け取り方が違うじゃないですか。そう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 、レトリック的ななんか感覚というか、問いのデザインとクエスチョンデザインだったら絶対クエスチョンデザイン売れないじゃないですかまあわかんないですけどっていうのがあると思ってて、なんか文字としての読んでた時の気持ちよさみたいなのは絶対あると思うんですよね、でっていうのが2つ目あるかなって思っていて、あと3つ目は構造の美しさみたいなのがありますよね。なんか別の意味として捉えていた別々のパーツが実はこういうふうにつながるのかみたいな、構造確かにみたいな、理解したみたいなのがあるとすごい面白いなって僕は思う。なるほどですね、はい、まあ、でも、はい、ちゃんと3つあってよかったわはい、あのね、そうだね、かなり意識して頑張ったから忘れないようにするぞって話しながら脳内でちゃんとね、なんか覚えるみたいな、ね、イメージしながらやったから、はい、まあでもそういう暗黙的にでもこう自分の読書で質を上げる意味で何が自分にとっていいビジネス書なのかって、まあ、人によって違うでしょうけど、はい、もっと大事そうですよね、多分食事とかもろもろと一緒で、はい、自分が何が好きで何を食べてる方でみたいな、はい、指針によって日々摂取するものが変わってきたりするわけなんで、いや、この回さ、あの、俺が40冊年末年始に読んだ結果売れる本に関する特徴みたいなのをシェアする回だったんですね。なんかてっきり問いのデザインすげえ売れたから問いのデザインから分析したすげえ売れる本のコツをシェアしてくれるのかと思いきや、そういうこと、はい、あ、でもそれちょっと話すと長くなっちゃうかなと思って、はい、本当に軽く話してチェックアウトしましょう。まあ、問いのデザインは、はい、年末年始にいろいろ振り返って、はい、自分のノートとかにも書いたんですけど、はい、まあ、問いのデザインの手応えっていうよりかは、問いのデザインが何だろうな、結構、一定の人たちに絶賛いただきながらも、何、だろうな、これ言ってと言葉選ばずに言うと、3万部突破したんだけど、言うて3万部なわけじゃないですか。まあまあそれ言われたら何も言えない、はい、で、その別に10万部売りたかったわけじゃないんだけど、はい、なんかその広く刺さったビジネス書たちと何が違うんだろうなって思っていろいろ分析して、で、はい、YouTube ライブとかで、カルティベースの YouTube ライブとかでも喋ったんですけど、結構売れてるビジネス書たちで、特にベストセラーになってるビジネス書たちを結構幅広く読んで、あんま僕売れ線のビジネス書読まないんですけど、そもそも、はい、でこう漫画でわかるシリーズとかになってるビジネス書たちを読み漁った時に、はいはい、漫画でわかる系の主人公たちがまあやっぱ一定、
漫画でわかるに落とし込みやすいビジネス書だったってことは結構そもそも前提にはある。あ、なるほどね。確かに。確かに。で、まあ漫画は漫画でね、内容結構変えられて、ちょっと物語の構造に乗せて、ね、主人公が、旅立ち、壁にぶち当たり、目の出会い、挫折しつつも、乗り越えみたいな、まあ、神話的な構造に必ずなるから、はい、そうですね。しやすい話になってるんですけど、やっぱそこの物語的構造に乗るナレッジになってるかどうかって結構重要で、はい、でそうするとやっぱり、まだ武器を持っていない未熟な主人公が、はい、まず最初にやってみる、ドラクエでいうところの、まずメラを覚えるとか、はい、この銅の剣でまずは何々を倒すみたいな、はい、ファーストステップがないと物語って始まんないですよね。はい、確かにね。クエスト的ではある、ありますね、ああいうの。だから、いや、メラ打っててもしょうがないからって思ってたとして、はい、延々メラゾーマの打ち方だけ書いてたら、はい、うん、メラゾーマの打ち方だけじゃ漫画にならないんですよね。そうですね。し、いや、まずメラ打ちたいんだけどっていう読者からすると、はい、うん、大事なことが書いてあるし、最終的にこれできるようになるといいけど、うん、ちょっと難しいんだよなってなっちゃう。はい。はい、だから、なんか結構問いのデザインはそこのハードルが高かった本だと思うんですよね。あ、だから さっきの構造で言うと、問いのデザインの構造は分かったんだけど、でもそれよりも目の前の会議でみんなが盛り上がるチップスを教えてくれよみたいな、そうそうそう、どうすればみんなが手を挙げて教えてくれみたいな、なんかそういうのがなんか最初の導入メラとして発生するってことですね。だから僕からすると、いや、その目の前の会議の話盛り上がんないとこでメラ打ってても組織の問題解決しないから、はい、問題の本質をちゃんと見抜いて解くべき課題を定義しましょうみたいなことを言ってるんですよね。はいはい。だけど漫画に落とし込んだ時に、はい、主人公がよし問題の本質を見抜いて解くべき課題を明日から定義してみようってならないじゃないですか。絶対その漫画売れないっすね。読む気が薄い。だからそれってやっぱメラ打ってでも倒せない敵が出てきてメンターに出会った後で問題の本質になるっていうところ、はい、確かに。そこの動線設計がないまま、はい、結構重い話をしていたんで、なんか一家の人には多分どささりしたんですけど、うん、はい、多分バンって10万ぶれる本とかではなかったんだろうなって、はい、なるほどね。なんかその売るためのノウハウっていう意味でこれ話してるっていうよりかは、はい、多くの人に必要な人たちがちゃんと学習の軌道としてメラを覚え、はい、メラミを覚え、でも、はい、メラミが打てるとメラゾーマを打ちたくなるみたいな、はいはいはい、なんかそこも見越してノウハウを編まないと、はいはい、やっぱなんかこう学習を支援するっていう意味ではちょっと弱いんだよなとかっていうことをねちょっと思って、その辺をね使いましたなと思ってる感じですかね。なるほどね。先にこのナレッジ話した方がいいんじゃない、よかったんじゃないの。あ、そう。そう、俺の40冊読んだなんか重要な視点なんで、はい、まあ、ぜひ皆さんも普段読んでる中でいいビジネス要件があったら僕にこっそり教えてください、はい、ね、10万部売れるようにね、はい、これで僕がね、はい、次こいつ絶対漫画でわかるシリーズに落とし込めるノウハウを書いてきたなって、はい、南さんのさっきのバッドパターンの、あ、売れる提案しに来て滑るっていうパターンに可能性はあるよね。ぐらいのみたいな、そこだけ気をつけたいと思います。はい、はい、はい、というわけで今回はじゃこのぐらいにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。